はい、どうも、多足中ドレンのつくもです。というところで、この空に翼を広げて、夜ルートパート9、続きからやっていきたいと思います。かなこさんとは別れ、ヨレちゃんとアサちゃんの実家を訪れ。なんでも自分たちだけじゃなんだから、俺にソアリング部の先輩として付き添ってほしいとのことだった。家は学校から電車で2駅越えた先、駅からバスで15分くらい移動した先にあった。有名な仏閣のような巨大な門を抜けた先には格調の高い旅館のような お屋敷が待ち構えていた。世間一般の自宅とは大きくかけ離れたここに二人は住んでいるらしい。板張りの渡り廊下から枯山水の庭を見渡しながら、俺は二人に案内されて二人の祖父の部屋を目指した。なんだかすごい家だね。金持ちですから。お金持ちってすごいんだな。ここには家族で住んでるの？今私たちはトビウオ荘に住んでますけど、その前はそうですね、あとは住み込みのお手伝いさんと。すごいな。どうやら俺とは別の世界に二人は住んでいたようだ。ま、両親はずっと帰ってきてませんけどね。研究バカで仕事ぐるいなので。ああいうのをワーカーホリックって言うんですよ。誕生日も帰ってこなかったしね。なるほど。一瞬重たい話に触れてしまったのかとドキリとしたけど、そういうわけでもなかったようだ。私は両親に似てるとよく言われますの。でも違いますよ。私は一つのことに熱中しすぎて周囲が見えなくなるなんてことはありません。私はどっちにも似てないってよく言われます。なるほど。なんとなく状況はつかめた。ああいう大人にだけはなりたくないですね。私たちを身ごもったのは研究室に二人で連泊している最中だったそうですし。それはなかなかにひどいな。ですよね。お父さんとお母さん自由だから。すっごく優しいけどね。溺愛してくれてるのはわかるけどね。ただ仕事の方が優先度高いわよね。まあ研究者には変な人多いって言うしな。多分その手の人種なんだろう。うん。それで今俺はどこに向かってるの？祖父のとこです。援助の依頼と、それに部の活動自粛に関してもどうにかなるかもしれません。ああ、そっか。ソアリング部は飛び岡に活動自粛を言い渡されてしまっていた。グライダーが修理できるという話で、忘れていたが、そっちもどうにかしないといけない。それで学校の理事長に頼んで、なんだか気の進まない解決方法だけど。今さら何を言ってるんですか先輩。グライダーの修理だって、そもそも意味もなく危険な空を飛ぼうなんてことだって、全部ぶっちゃけ子供のわがままですよ。まあそうだね。私たちは綺麗事のために空を飛ぼうとしてるわけじゃないでしょ。うん、それはそうだった。別にいいことがしたくて空を飛んでるわけでもない。わがままは私も得意ですから、力になります。何の力になるのかいまいちわからないけど、心強いのかな。二人に連れられやがて大きな一室に抜けた。するとそこには。よく来たな、朝夜、それと水瀬の息子さんだったか。え、朝ちゃんと夜ちゃんに誘われるようにして入ったちょっと広い間取りの和室。そこには厳格そうな初老の男が鎮座していた。はじめまして、水瀬葵くん。はい、はじめまして。不意をつかれた一言にちょっと慌てながら答えてしまう。この人が理事長、どうして俺の名前を。それに水瀬さんって。
顔も母親にそっくりじゃの。あ、そうか。それでおじいちゃんの昔の知り合いに相談してここを紹介してもらったのよ。じゃあうちの母さんと君らのおじいさんは知り合いなのか。そういえばうちの母さんと面識があるんでしたね。うん、頼りになる後輩じゃったぞ。ポジティブで行動的でな。葵くんもそういう匂いがするの。強い目をしておる。ありがとうございます。俺のことを褒めてくれる理事長、ちょっとこそばゆいな。それでお前たち、早速本題じゃが、お前たちが部活で使っているグライダーの修繕をお願いしたいと。はい、おじい様に協力していただけないかなと。二人は先に理事長に話を通しているのだと言っていた。だからあらかたの状況は把握してくれているのだろう。お願いします、おじい様。このままだと夢が途中で終わっちゃうんです。アサちゃんが強く訴える。普段はどこか自信がなく他人に同調するアサちゃんではあるが、だからこそ頑固なものにはとことん頑固でわがままである。譲る気はないといった覇気のある訴え。電話で話した通りなのですが、資金面での援助と資材の提供や専門業者に設計協力などお願いできないかと。お金は少ないかもしれませんが、私のお小遣いの前借りでいいです。私の分もです。それでも足りないんだったら将来バイトして返しますから。二人ともそこまで。二人が部に加入してまだ日は浅いにもかかわらずそんな風に言ってくれるなんて。よそ様の家でお金うんぬんというのは礼儀が悪いかもしれませんが、俺も出します。むしろ俺が出します。俺も黙っている場合じゃなかった。実は俺が事故で壊したものですし、それでこのまま終わってしまうのが悔しくて。だからもしそういうことができるのでしたらよろしくお願いしたいです。先輩、無理しなくていいのに。無理じゃない、かっこ悪いだろ、女の子にお金を出させるなんて。じゃあ仲良く3人で出しましょう。惜しむ理由なんてなかった。来年はどうなるかわからない。だからみんながいる今年の夏は大切なんだ。先に一つ質問じゃ。アサ。はい。どうしてそこまでしたいと思う。動機ですか。目的じゃ。空に憧れる理由じゃよ。それもわからないのに無理な協力なんてできるわけがないじゃろ。空を目指すなんて危ないことじゃ。高いところから落ちれば人は死ぬ。当然のことじゃがの、名誉があるわけではない、報酬があるわけではない。なのにお前たちはどうして飛ぶ。以前ヨルちゃんに尋ねられたことと似たような質問だ。なぜ空を飛ぶのか。私が飛べばそういうことが誰かの支えになるような気がしてるから。初めは漠然と空に憧れてただけだったけど、そう思うようになりました。その私は多分空とか高みとかそういうのと無縁な存在だから。だから飛べないからこそ飛びたいんです。アサちゃんの言葉はどこか辛辣で真面目だった。とっても彼女らしいまっすぐな言葉。そして、夜は、好きだから
です。惹かれるからです。私にはそれ以外の理由はありません。おお。それは俺が先日伝えた言葉だった。好きだから。それ以上のことなんてなく、その後についてくるものは全て後付けで。私は姉さんと違って試したい自分は近くにありません。わざわざ高みに心惹かれたりはしません。でもだからこそ漠然とした空を飛ぶという無意味な目的に心を躍らされたのではないかと考えるんです。意味がないのに飛ぶと。ええ、私には友達との談笑が無価値なものに思えます。名誉も報酬もない行為が不必要なものと感じます。でもだからこそ飛んでみたい気がするんです。好きって多分そういうことじゃないでしょうか。取り留めがなくまとまりのない答えじゃな。おじい様、正直言うと私未だによく分かってないんです。どうしてこんなに部活熱心になってしまっていたか。でもそれは多分好きってことなんじゃないかってそこの先輩に教えてもらいました。夜ちゃんと目が合う。うん、私もそんな気がしてます。きっと好きなんです。好きになってたんです。部活がわからないってことはそういうことなんです。好きってわからないこと、理屈のないこと、意味のないこと、そして空を飛ぶなんてこともきっとそんな曖昧なものだ。だから夜ちゃんは夜はちと若者が何たるかを知らなすぎていたから心配しておったが、これで心配もないの。Nothing gold can stay。お前のような子憎たらしい娘には最良の経験じゃ。ここで感じた熱量は貴重な情報になるぞ、夜。それは自分を貫くのもいいが、たまには外気に触れてみるのもいい。お前は人の上に立つ人じゃからな。この熱量は若いうちしか経験できぬ、いわば有限式の貴重な熱量じゃ。そして人はそれを原動力にする。振り返ることによっていつまでも。あ、夜、お前は人に羨望される鳥じゃ。誰よりも高みを目指せる。そんなじゃが、だからこそ鳥であることにとらわれるな。時には地に止まれ、歩いてみろ。そこにしかない景色も広がっておる。それを見てくるといい。それじゃ結構結構、どうせ生きておっても運が悪ければ死ぬ。死んだらそれまでの娘じゃということじゃ。必要なリスクは背負うものじゃよ。用意してやろう、資材も人材もな。おじい様、部活も自粛されておるんじゃったか。そっちも取りやめるよ、わしから圧力をかけてやろう。あまり派手にやりすぎると嫌な噂が立つかもしれぬが、なーに、学校生活なんてあっという間じゃ。気にせずとも大丈夫じゃろうて。そこまでいいんですか。ふん、大人のわしからお前たち子供にいいことを教えてやろう。権力とお金は使うためにあるんじゃよ。それが若者のためであればなおよし。
力強い。わしもな、昔はグライダーをやっておったからわかるよ。空に見入られた。そうなんですか。意外な事実を聞かされる。そんな過去が。初耳です。お前たちが活動場所に使っているあそこは、昔わしらソアリングサークルが活動しておった場なのじゃよ。なるほど。それで工具や設備が残ってたわけね。何を隠そう、水瀬とはそこで知り合ってな。わしが OB、 水瀬がサークルメンバーという関係じゃな。まあみんな忙しくなってサークルも解散となったんじゃが、そういうことがあったわけじゃ。なんだか運命的な話だ。俺の母さんと朝ちゃんと夜ちゃんのおじいさんが同じように空を目指していたなんて。その時の知識は研究にも生かしておるよ。夜、これも覚えておくといい。人生、無駄な経験など一つもない。お前は賢すぎるがゆえ視野が狭くなりがちじゃ。価値観の切り替えは発想の種になる。覚えておくといい。はい。しかし去年の時点ではこんなにどっぷりとハマるとはお前も思ってなかったじゃろう。おじい様、それは。おお、そうじゃったか。秘密じゃったの。すまんすまん。ん？何のこと？気にしないで。そして水瀬葵くん。はい。二人をよろしくの。至らない孫たちじゃと思うが。ええ？もしかして二人のことバレてる？でも二人ともって、それは。ん？どうしてそんなに驚くのじゃ？部活で世話になっておるのじゃろ？はい。なるほど。あっちの方かと勘違いしてしまった。ん？何か他にあるのか？いや、なんでも。なんでもないです。です。なんか変じゃの。いや、そんなことは。そうですよ。何もないです、おじい様。本当に。ま、本人たちのことじゃ。わしは何も言うつもりはないが、道理から外れたことをしておきながら孫娘たちを泣かせるようなことがあったら、わしは許さぬからの。はい。そんなことはないです、きっと。じぃ。えっと微妙にバレてる。はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。